皆さんこんにちは、ゆうですね。今回は山を撮りたいと思っています。パパスもいます。はい、勇者様の下でアシスタント兼、サポートをさせていただいております、パパスというものです。よろしくお願いします。それでは今日も勇者様の、振りに期待して私もついていこうと思います。それではスタート。パパスです。ここはオルテガ様の大地、幻の大地アルフガレドに向かう途中の山ですね。尾根というかそのぐらいなんですけども、ちょっとねそういう場所なんですが、ちょっと歩いただけでやばいです。ヤブヤンマ、オニヤンマ、ヒルマルタあとトンボ系ですね。すごいいます。ただ皆様もそうだと思うんですけど、だんだん深くなってくるんで山がね、その時にちょっと対策として、もしボスっていうかモンスターが出た場合ちょっといきますね。もしプーさん出てきた場合ですけど、プーさん出てきた場合はまずこう石鹸好きもしくはこうジャンピングにじゃなくてですね、クマさん出てきた場合は大声ですね。大声で網を振ってもいい。網を全開伸ばして振って大声出してください。それでひたすらもう下手に逃げない方がいいと思うんで、大声とスプレーとかですかね、一応持ってます。あ、出てきましたね。勇者、うわブルー、おめでとう。はあ、わかりませんが勇者上手くなってきました。やりましたね。それでは何でしょう。黄昏でもありません、真っ昼間です。手持ちかもー。いや、勇者様、やりました。もちろんね、オルテガ様をはじめ皆様の、仲間の皆様のおかげですけども、勇者、真の勇者になりました。ありがとうございます。ヤブヤンマですか？パパスも一回しか撮ったことないんじゃない？もしかして。ほとんど撮ったことないんじゃない？もう、これずっとね、家の方で探してたんですけど、なかなかいないんですよね。うわぁ、綺麗。スーパーブルーアイ。上からカモン。わお。わお。わお。すごい。すごい。すごいよ。うまくなったね。ヤブヤンマ。パパス地方だと。マルタン並みの。スーパーレアですね。それでは勇者、手持ちカモン。皆さん、ありがとうございます。僕、昨日も嬉しかったし、今日も嬉しいです。いや、皆さん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。どうも、オルテガ様。ね、いろいろ教えてくれた皆様、オルテガ様、先生や、リーフさんや、ね、皆さん、ありがとうございます。綺麗だね。うん。一番嬉しい。もうどんどん一番が更新されていくね。でもね、苦労もあるからね。うん。もう笑顔が止まんないね。いや、でもね、教えてくださる、ティーチング、コーチング、大事ですよね。
パパス一人じゃ絶対無理なんで、仲間がいたからこそここまで来れたよね。うん、何度も言ってるけど、仲間がいたからこそできたんだと思います。今度マサさんとさ、マサさんと僕の成果を見せたいです。見てくれてるよ多分ね。あ、一緒に、そうだね、また一緒にね、お願いしたいですね。うん、皆さんにもねお願いしたいし、うん、嬉しかった、嬉しいね、教えてくれてね、本当神様だよね、教えてくれるんだから。いろんな人がね、マサさんもそうだけどね、先生たちもね、うん、コメントくれる皆さんとかね、うん、みんな教えてくれてるのよ、うん、すごいことだよね、うん、知らなかったんだからさ、うん、それといないんですよね、やっぱこっち側もね、パパス地方は、うん、暑すぎんですかね、どう勇者、泣いちゃいますね、泣いちゃうよな、パパスも泣いちゃうわ、もう素晴らしいね、この色、ちょっと感動で、あれだよね、しばらく見ていたいです。うわぁ、ずっと見ていたいですが、それではね、完全に、まあ勇者なんで超えていくのは分かってたんですけど、完全にパパスを超えてよかったです。お時間のようですよ。それでは勇者リリースカモン。マサさん、僕本当にとてて嬉しかったです。これからも一生懸命頑張ります。おー、いい声だ。それじゃあリリースしよう。皆さんありがとうございます。勇者、真の勇者になりました。ヤブヤンマゲット、2024年、勇者になりました。勇者、真の勇者へ、止まってくれた。素晴らしいね、素晴らしい、この複眼、さあそろそろかな、うん、勇者しゃがんで、さあそろそろ行くのかな、自分のタイミングで行ってください、お願いいたします。行きました、ありがとう勇者。これで終わりじゃないんです。オルテガ様のアフレガルド、幻の大地へ向けて、黄昏に合わせて勇者と二人マルタンですね。最後ね、撮りたいですね、ブルー。今年はまだなんで、勇者でも私でもね、二人で協力して最後、もうちょっとです。頑張ります。ありがとうございます。では、この黄昏に、すべてをかける。本当にすべてかける。夏が終わるか、パパスが終わるか、ソーリア、アミソービ。いろんなフィールドに、来てるんですけど、まあいろんなって言っても3、4カ所ですけど、銀ヤンマが黄昏で出てきちゃってる、まさにあの青ヤンマの時と同じなんで、ちょっと銀ヤンマなのかもしれないんですけど、低空超高速
ヤンマちょっと狙っていきます。上は全然全く飛んでないですね。どこのフィールドもほとんど飛んでません。やべ、毎年違うのかな。勇者入ったの？入ったの？どうだの？勇者どうだったの？入ったの？入ってるし。勇者です。なんだかわかりません。勇者うま。超高速トンボ絶好調だね。黄昏なんだかわかりません。手持ちかも。ついにカトリやっちゃいました。すっげえ早かったのにやっちゃいました。ちょっとまだし今時間ないんで変わります。はい。勇者様、カトリヤンマです。ちょっとお腹のところ、もうね、パパス、老眼だし、なんかもう、引退かな。メスですね、多分ね。違かったらすいません。難しいんですけど、勇者すっごい、これもパパスもね、今日はちょっとマルタンがあんま出てこなかったんで、もうダメだなと思ったら高速で、田んぼの上を、すごいスピードで、もうおっさんね、見えなかったんですよね、正直。そうしたら勇者が振り向きざまに回転しながらパサッて。で、カサカサってなったんで、カラブ。すごいなと思いました。もうずっと勇者です。パパスもサポートカーディン飛ばすと、もう何言ってるかわかりませんね。はい。ありがとうございます。カトリヤンマです。それでは、上からかもお願いいたします。はい。勇者よく頑張り、うわー綺麗、うわーブルー入ってる。勇者よく頑張りました。もう何頭目、3頭目ぐらい、今年他のヤンマとか鬼ヤンマとか入れて、すごいですね勇者。伸びしろ。パパスは何も見えませんでした。勇者パサ入りましたね。さすがですね。全部勇者、全部持ってくのかよです。それでは勇者手持ちカモン。勇者当たり目じゃねえからな、カトリハンマはすごいな、うん、難しかったでしょ。難しかった。よく見えたね、高速だったでしょ。怖い。あ、大丈夫だよカナブ。高速だったでしょ、かなりすごいスピードだったでしょ。パパ見てて分かったんだよ、これはマルタンじゃないなっていう低空出した、分かったんだけど、パパ目追いつかなかったわ。さすがだね。難しかった。もういろいろ取れてきたね、うん、やっぱりね、これも皆様のおかげだよね。うん、皆様のおかげです。ありがとうございます。いつももうクリスタルバージョンですね。それではちょっと言葉に詰まるわ。もうパパス何も取れてないからね。裏からカモン、裏からカモンです。なんかあー裏も綺麗ですね。メスかな、もうわかんねえや。メスですね。はい。ありがとう。逃がしていいって勇者様に言われたんで、パパス行きます。ありがとうね、カトリヤンマ。まさかね、マルタンっていう回だったんですけどね、マルタンをずっと追ってた、あれだったんですけど、最後カトリヤンマで締めるっていうね、何が起こるかわかんないですよね、一発勝負は。さあ、リリース、初めてやるな、俺これ。ああ、早い、行きました。ありがとう。勇者おめでとう。勇者おめでとうございます。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん本当ありがとうございました。これで終わりかもしれません。ありがとうございました。皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。まだ頑張ります。まだ頑張るかもしれません。